d w レッスの鈴木です堀田ですダウ w トークこの番組は d w レッスの講師陣2人が DAWDTM や音楽制作に関するテーマについて紹介していくポッドキャスト番組です d w レッスンはオンライン主張形式でのマンツーマンの DTM レッスンから動画レッスンなどで皆様の音楽制作をサポートしています YouTube にも毎週様々な動画アップしておりますのでぜひチェックをお願いしますはいはいということでですね今回のテーマなんですけれどもちょっと難易度高めで、はい行きたいなと思うんですがはい 昔当たり前って言われてたけど今それ変わったよねみたいなことはい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 結構こう、うん、あるのかなと思って、うんうん、ちょっと知恵を出し合ってみたいなという感じですかね。なななんんだろううね昔昔当たり前でで今なんかこう昔話っていういてい意味合はく 昔当たり前って言われてたよねっていう時代の情報が未だに残ってたりすることもあると思うんですよウェブ上とかだったりするとそうすると間違ってる正しいとかっていうわけではないとは思うんですけれども、うん、今ってそんなこともなくなってきてるものもあるよねみたいなテーマで話せたらなという感じでございますねうんまあなんでこんなことを思ったかと言いますと多分一番わかりやすい例だとは思うんですけれどもうん あの録音する時はゼロ d b f s ギリギリまで撮ろうねみたいなうんこうデジタル録音が出始めの時には言われてたというかですけれども必ずしも現代そうじゃないよねっていうところがあると思うんですよねうんだそういうことがいろいろあるのかなと思いましてはい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 こんなテーマで話してみようかなという感じでございますえー、今ゼロでギリギリまで撮ってる人っているのかなうーんとですね意外といるんかな レッスンとかだと割と言われますいまだに。<ー>でネットで見ましたっていう方がやっぱり多いんですけれども、うんまあ、ロックオンレベルの設定じゃあどうすればいいのかってなかなか難しいところもあるじゃないですか <laughs> この明確になんかそう言われてるやつはあるけど自分のやりやすければ何だっていいと思うけどね正直そうですねそうですねまあ、うん、なんで大きいをギリギリを攻めるメリットがないよねっていうところは、うん、まあお話できるかなとは思うんですけどね。それを はまあいろんな理由があるとは思うんですが、はい、最近ちょっと大きく変わってるのが32ビットフロートの録音とかですかねああそうですね逆にだからさ、うん、441の16で撮った方が意外とロックに撮れるんだよみたいなことも昔言われてなかったですかあ,ありましたねありましたね過去,過去だいぶ過去だと思うんですけどさすがにそれももう今はそうじゃなくていいんじゃないですかみたいなことになりそうな気がするんですけどねうんまあ確かに あのー、4八とか8八2九六からすると、うん、そういうちょっとざらつき感があるような気がするんですけどそういうところは確かに6に合うんじゃねって言われたら分からなくはないですけれどもって感じですかねうーんなん、ま、か今は別にうん、うん、普通に4八の2四とかでいいんじゃないかなって俺は個人的には思っちゃうところではそうですねわざわざ4四一で取るメリットもあんまないかもしれません、ねうん、ないですね。 みたいなや先のそのなんかゼロからのやつはあれでしょ VU 使えよって話でしょうんというわけでもないんですけどねあ違うんだ結果的にうちは VU を使ってるだけであってうんまあなのでギリギリを攻める必要は全くないっすよっていうだけですねうんクリップしちゃうからねクリップリスクを犯す必要はないよなみたいなところはあるかなとは思って確かに確かにあと何あるかな まあ、あとはですね、うん、えとこれはどちらかというと制作スタイルの部分かなと思うんですけど曲を作る流れは作曲してレコーディングしてミックスしてマスタリングしますみたいなでそこでやっぱ一番ちょっと気になるっていうか思、うん、って思うのはミックススとマスタリングの境界線ですからねう,ーんうん確かにね。ここ自分が ミックスまでやってマスターを他の方にお願いするとかマスタリングさんに出すっていうのは話は別だと思うんですけどワンストップで一人であの曲作りからカンパケまでやっちゃうよっていう場合はそれぞれぞのの作業の境界線ってもうないいいじゃなななでですすかねのでマスタリングっていう作業これがマスタリングっていう作業の意味合いっていうのも当然一個変わったこととしてはあると思うんですけど。 うん、ここまでミックスでここからマスタリングですっていう境界ってあんまないかなっていう感じってるんですよね。うんまあ、出来上がりを見ながらやりますからね今はどうなってばですけどうんだからそこでそうだ、ね、分けて考えるというか何てうかなドラスティックに連動していく感じになるから、うんそ,うね、それは確かにそうだねっていうふうにはなるかな。今してない そう難しいなって思うときが逆にありますね。えマスタリングってどこからマスタリングなんですかとかってなると、うんうん、すごい難しいなってやっぱり思うわけですよ。うん人の手を返すときは分かりやすいんですけどね。うん、自分でやっちゃうっていう風になるとね。自分でやっちゃうんだとしたら、まあでも頭のギアの切り替えはありますけどね。だからえっ、ー、と逆の言い方をすると、うん、自分で作業をしていて、えー、マスターのトラックにエフェクトを挿したりするわけじゃないですか。 えっと、トラックダウンしてる時にもそれがじゃあミックスなのかマスタリングってなのかどっちなのって言われたらわかんないなって思ってうんわかんないですねうんっていうところですねわ <laughs> かんないですねそれはわかんないわなのでそこで区別する必要がもうないよねっていうところかなと思ってるんですけどね、うん、そうだねそうですね、うん、そんな気がしますわ、うんはい、で、まあ、もう一個あったマスタリングの意味合い,はい、はい、もう違うじゃないですか まあまあいわゆるマスタリングってもともとは何か PQ 打ったりとかさ、うん、ノイズチェックだったりとかさ <laughs>、うん、そんな感じのイメージないですかまあ時代によって全然違うよねっていうそうだよねうんってなっちゃうからどこ今,今のところでいうとこのマスタリングって曲感調整とか DDP に落とす前の話なのかなって思っちゃうんですけどねまあそもそもあれですかね、えー、と CD を作るっていうことがすごく少なくなってると思うんですよね うんだと思いますけどね。マスターの CD を作ろうって、うん、まあゼロじゃないですけどね。全然ゼロではないんですけど、うん。って感じです。そうですね。大体 DDP になっちゃうんじゃないですかうちは CD ライター持ってないですからね、もう。CD ドライブというか。で、どうしてるんですかやるとしたら DDP。だし、そこまで自分ではやらないですね。はあ<ー>。今はもう。なるほどね。だから、あれですよね、そのプリマスターっていう言葉が多分今もうないんだと思います。うん うんプリマスターって言って伝わんねえですからねあんまり。ですし実際使わないよね「プリマスターください」とか「プリマスターやりまーす」みたいなっ、うんうん。っていう意味でもすごくそ,その辺今ふわふわしてるよなあっていう気がするわけでございますよ。うん、うん、確かにねそんな気はする。だからこうマスタリングっていう作業をそんなになんかすごく難しく特別なものとしても考えなくて今の時代いいと思いますよっていうことが言いたかったというか。 そうなっちゃうよね。どうしてもねで逆に特に今ってさっきの話題じゃないんですけど、うん、そんなにバコバコレベル稼がないと思うんですよ。うん、そうなんだ。うん、マスターでね。うんうん、マスターで稼がないよ。ってなった時に、うん、えっとミックスで作ったバランスをいかに、綺麗にマスタリングで最終的に仕上げていけるのか。っていう視点に立つことが私は多くて。 そういう意味でいくとミックスがうまくいったらもうその時点でもうマスターはもうほぼできてるよみたいな意味合いが理想ですね今の中でもともとはね色付けたくないよねって話になるよねそう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 そこまでねうん、うん、ラウドネス値をコントロールするぐらいで終わりっていうふうなのがまあ個人的理想ですかねう,ーんうんそでたらでその前にこう入れることになるであろうマスターの一挙とかコンプうん これどちらかっていうと私の中ではミックスの一環で捉えちゃってることが多いですね。えー、なるほどねという感じなのかなと思うんですけど逆に堀田先生その辺の、えー、と各作業の区分けっていまだにやってますか、はいやいい <laughs> そのまますよ。で,ですよね。はい、うんだよなと思っていや昔はあのミックスダウンしたやつを一回書き出してとか作業してたりはしてたじゃないですか。はい なんですけど今例えば配信かけるとかだったりすると単,単体で仕上げちゃうよねっていううんそうですねそれはそうかもねというのは変わったことなのかなとは思っておりますかねうんまあ出す先がどこにかにもよるんでしょうけど、うん、まあまあでも大体そんな感じですよねきっとねそうですねそうですねはいこの辺が私がパッと思いついたやつあとんだろうね 携帯ととかに変変わわっっててきたここで,でももななないもんなそこはな <laughs> 難しいな <laughs> 昔やってた当たり前が今使わなくなったマルチティンバーをそのまま2つ1つずつ使うようになったとかあーそれはありますね確かにそれはもう全然やらなくなったですよねマルチで使うことってほとんどないなーって、うん、ないないないねまあ元々そのパソコンの,その制約とかによってたものが全部開放されたのもあるとは思うけどそうですねそうですね まあなんかそれの感じ、うん、絶対もうこれやってないと思うんですけどははい、はいチャンネル10でドラムを使うとかいや GM とかっていう単語がもう消え去ったよねっていうのはあると思すよ、ね、う,ーん,うーんな気がしますよね。とか、うん、あとはなんだろうねオーバーサンプリングとかも,もう普通にそちらさんだったらするともうバンバンかけっぱなしで動いてるんじゃないですか M2 とか M1 とかの Mac だったりとかすると。まあによりまますかねまだ制約がかかる時はあるかいそっちのパワーだと。 うちらは、えって、と、いうか僕の方はそこまではかけれないけどうんトラック単位でかけるものにかけはちでする必要があるのかとかそういうことかなとは思いますねうん、うん、じゃあそこ変わってるような変わってないようなみたいなところになっちゃう,うん、うん、そうですねそうですねなるほどねうん、ま、マルチティンバーの話ちょっと掘っとこうかはいはいはいどうぞそうだからマルチティンバーも面倒くさいじゃないですか <laughs>、うん <laughs> ね、今だったりするとやっぱコンタクトとかが多いですかねマルチティンバーで使える音源 まあとはサンプルタンクとか、うん、あの辺ですかねうんうん、うん、ミロスラブとかもそうだよね<す>うん、うん、そうだねいわゆる IK のやつが結構多いイメージあるなその辺はなうんというのがまあチャンネル分けるよりかは1パート1トラックで1インスタンス1プラグインさせちゃった方が多分 CPU 的にも上手に使えますよね今うんその辺そうなんだね今ね まあこれ多分お,お使いのホスト DAW の CPU の使い方によっても変わるんだと思うんですけどはい、はい、ロジックの場合だったりするとオーディオの経路に対して1コアまとまられちゃうんですよ。うんなのでミリチャンネルとかっていうのを分けてやるのも結構面倒くさいと思うので、うん、そこに関してはもう全然もうボコボコ分けちゃうかなとは思いますかね。確かに 単純に訳分かんなくくななってくるもんねね <laughs> そうだしいと思うけどうんこん,なんか画面も見にくくなっちゃいますしねうん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 どこに何だっけってちょっとパッと分かりにくくなっちゃうというかそうですねうんそこねなかなかあるどうしてもそのなんかやり始めの方だったりとかするとそのハリオンを1個で全部使わなきゃダメなんだみたいな風にする方もまあいらっしゃったりしてたんでいやそうそうもう大丈夫っすよみたいな感じの話は <laughs> ハリオンは罠だよね だって16個さサンプルタンクとかもそうですけど16個なんか使わなきゃダメみたいに見えるよね、はい、あのインターフェースみたいなまあスロットが目の前に見えてるからな <laughs> <laughs> だから 2>, 2番から156番までどうしたらいいんですかみたいになるよね<え>うーんだからそうそうな,なんでわざわざ分けるんですかみたいな風に言われたりとかすることもあったんだけど俺は過去の遺産だよっていうような言い方もしていることの方が最近は多いかもしれないはこれで、ね あの効率よくできたっていうかさ知恵でやってたんですけどっていう風な言い方をしてることが多いかな、うん、今はそんなことしなくても一個ずつ出した方が名前もリネームできるし簡単ですよみたいなそうですね、うん、パーカース周りぐらいは一緒になんかまとめて使したりとかするのも便利かもしれんですねっていうような案内の仕方をしている感じになってますねうんそうかななかなかどうしてって感じですよねうーマ、ま、マキシマイザーとか <laughs> マキシマイザーと、まあそ,まあ、そこら辺はリミッターとかと名前が違うだけですからね言うたら、うん、一時期はなんかみんなパワーみたいにマス,マスターにマキシマイザー出したけど今いないよねもうねそうです、ねなくなりまあ、そんなに上げるそうなくなったっていう話にもあるんでしょうけどあ<ー>ソニックマキシマイザーとかね、まあ、インフレーターとか一時期流行りましい、ね、インフレーターとかねそう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 そ あれじゃないですか、うん、と,あとはリバーブセンドインサート問題とかもあるかなとはセンドで使えみたいな <laughs> それは今も変わらないと思うんですけど、うん、基本的にはでもインサートで使うことも全然あるよなーって改めて思うとそうだね使うねうん明確なけって何だろうって思うけど まあそこでしか使わないんだったらそこでインサートしちゃった方が早くねっていうことだよね、うん、きっとね,そうだね1個の経路のために先導は振らないな、うん、確かに意外とななんか確かにそういうなんか濡れ物というか、うん、ディレイリバーブ系は FX に入れがちというか先導しがちなねそうねそうね別にいいっすよみたいなのはあるかもね、うん、あとはちょっと前にあの動画の方でやりましたけどプロジェクトテンプレートを細かく組むっていうのも やらなくなったなあってことですかね。うーん。ちなみに引き続きまだあれですか。テンプレートは使ってないですか。うん。使ってない。まあ。急に使うことにはならないよね。<laughs> もうねっていう。ああ、まあ、その。なんだろうね。マニピューラ時は使うんだけどな。ばちばチ,バチ <laughs> う,んうんうん。そのなんだろうね。そのみ、見える画面がすぐこうなってほしいってやつに。あんまならないのかもね。うちはね。ああ、なるほどね。 でもさでもちょっと作りたいなって気持ちはねちょっとだけあるんですよ最近出てきてるあそうなんだ、はあ、バンドものは別にそんなに困らないんですけど新、うん、セドラムって言ったらいいですか、うんうん、あっち系のやつだとさ結構探しで探して作ってさそのまま終わっていくことが多いんだけど、はあはあ、<laughs> これめんどくさくねみたいなテンプレートにむんでおいた方がよくね <laughs> って今更になって思うことが結構あるなるほどねとかそう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 この時はこの音で良かったっていう風にやるけどさ結局あれ音探しが結構だるいから、うん そうですね,そう,ですねうんそれこそその何で言うのかな D16 グループとかのやつのさなんかドラム808みたいなやつがバーンって1個で使えるのと何にも困んないんだけど、うん、ショットサンプルを混ぜて使っていくんだったらもうこれ1回できたなってやつを作り切ってから保存、うん、しとけば楽しいんだよなっていうのは思ったうんうん、うん、そうだねそれは間違いないと思います <laughs> そうなんだよ <laughs> だからそれをさセーブしときゃいいだけの話なんだけどうん、うん、そういう意味ではテンプレート作っといてもいいかなっていうふうに思うようになったかなああなるほどねちょっと続いたんですよ うそういうのがプロダクトとして僕のところでで大変困りまして大変困るというか結局ゼロベースで作るよりもこれだったらもう一緒のやつだったらもうそのまま使っちまえっていうので<ー>前のプロジェクトから抜いてきたんですけどでもそれだったらブラッシュアップしてテンプレに置いちゃってもいいかなっていうふうに思ったりもしてますそうだねあんまりやらなかったんですようちなんでその新生物新生の打ち込みよつ打ちっていう言い方していいかちょっと分かんないけど とかでシャブベースベースみたいな感じのやつでさ音決めする時に結構時間かかってたんで、うんうん、これは良くないかもみたいな風に思い直したのはあるかな。なるほどね、うん。だからスタイルで少しなんていうのかな作ってもいいかなっていう風に思って今いるうん、うん、ちょうど、うんうん、得意じゃないとそれはないね <laughs> 早いからそうだ、ねまあ。あとは今ちょっと話してて思ったのはううんうん、うん、リバーブとかディレイをモノラルで使うことも増えたかなとか。 そういうことですかね。ああ、確かにね。プレーヤーとかうちモノで使うこと結構多いですわ。うん,うん、そうね、そうね。広がりすぎちゃうなー<構>みたいなとかで。結構モノラルでうち使ってますね。うん。それあれですよね。えっとどちらかというと、センドで使うような用途の場合はステレオで使うことが当然多いんですけど、インサートの場合はモノラルで使うこと多いなって思って今。 今話してみました、うん、<laughs> 確かに確かに最近うちねボーカルとかもインサートでリバーブ使っちゃったりしますねルームリバーブとかに対してってことうんあ<ー>あのプレートとか使う場合もあっそ,そうなんだへえ何、うん、て言ったでしょうえっと声がボーカルメインのボーカルのパートが分かれてる場合は別なんですよ、うん、同時に歌えないところとかでこう2声になったりするじゃないですか 2, 2トラックにうん,うん、うんうん その場合はステムにまとめて書けるんですけど基本的には、うんうん、じゃあそうじゃないな,なん言ったでしょうショート系のものえボーカルだけリバーブちょっと別の書けることが多いので、うん、もうそこインサートしちゃってますねうん,うん全然ありだと思うなうちもなんか面倒くさいっていうのがあるかもしれない、ね、<laughs> <laughs> さっと入れてしまうみたいなだからラフで作り始めてたとかさああ、うん 入れてた時のやつがそのまま採用されてるパターンが多かったりとかするのでそのままそこにいるみたいなことになったりはしますわなるほどね,ねで全体ので、ねね、トータルでかけるようなリバーブはまあ、うん、それはそれでいるんですけど先頭側に、うん、そうですねそうですね共存するっていうのはそういう意味ではそうかもしれないかなうーんあとその曲の中の代表的なやつだったりとか 楽器という例えば LP がメインにクリオネツとかっていうやつはインサートでかかってたりとかすることがあるかなと思いますわあちょっと今ちょっと話それちゃうんですけど聞いてみたいなはい、はい、ギターのソロ、うん、最近な、ね、い曲もありますけどギターのソロのさ空間系エフェクトあれどっち使ってます、うん、インンサートセンドどっちも使ってるけどインサートで使ってることもほぼほぼほぼ,ほぼというか、まあそね、かなりうん。 リーダー用いやリード用のさそれこそエフェクトバースみたいに作ってた時あったんだけど同じ自由でめんどくさくなっちゃってうんまあ後ろに何か書けないんだったらねうん最終段にリバーブがいたりとかインサートでしたりはしてますよ全然うんそうっすよねそうだねそこら辺は全然いいかなと思ってやっちゃうそこまでバキバキになんかウェッティな感じのギターソロっつうのもあんま最近いないんですけど、うん、間違いなく。 うん、なんかドライ傾向だよね。かだからもう全体的になんて言うんでしょう、いかにこうリバーブがかかっててもリバーブかかってなんか聞かせるのか,かなとは思ってるんですよね。うん、まここ10年ぐらいのトレンドとして <laughs>、長いなって感じですけど。長いですね。だから最近はでもリ、ディレイとかリバーブの何だろう、鮮度量とかを歌の歌い終わりとかで締めちゃったりとかするからな、うちもな。うん、そうですね、サイドチェーン使ったりね。うん、なんで割と かかりっぱなしでーすみたいな感じにはなってなかったりするかな,、うん、なかちょっと集計図寄りな感じだったりとかすると全然話逆になるんですけどそうじゃまあいわゆるポップスだったりとかするんだったらそんなにうんうんそうですねサビではでかく他のところでは締めるみたいな感じにする動きが最近は打ちは多いかなメリハリが大事ですからねやっぱそうですね空間もそうですねじゃあちょっと違う視点でいくとはいはい今更言うまでもなくだとは思うんですけれどもうん 安いエフェクトイコールダメなものっていうのは崩れたね、うん、全,然かん全然大丈夫全然大丈夫なんだもの、まあ、によるけどと思うけど、うん、でも崩れたと思うなんか高いものの方がこの間もちょっとそんな話しましたよね確かダウトークう、ね、そうだねそうね高いものの方がいいような気はしますけれども、うん、じゃあ絶対的に値段とクオリティが比例上指定するかというかイコールかって言われるとそうでもないのが 夢があるとこだよね。かつでも難しいとこだよねってとこですよね。探しづらいかもしれないよね。かつが抜群によくなったしね。そうだね。だけどそうだね。一昔前の時よりは全然使いやすかったりとか。だってフィラーフィルドとか、あパンダのところとか一昔前は多分見向きもされない価格帯ですよ多分。うん。千円ぐらいとか。言われたら。うん。 えそんな危ないやつ使ってんのっていう風な感じで言われそうですけどはい、はい、今 <laughs> うち主力ですからね。<laughs> もう全然いいと思いますよね EQ、はい e、とか普通にいいいいですよはいはいうん、とかなっちゃったし、うん、そうですねだからなんか気が付いたらいいのどんどん出てくるよねっていう風になったイメージがあるそれこそ最近あ,、ね、あれですわねその動画で入ってたサファリペダルとかもそうですけど。 なかなかあれも見つけるの大変だと思うんですよ多分そうですねあとパッと見た時に触手が動かないことが多いその多すぎちゃってうんところはいわゆるさアンパイラインのさ GUI ってあると思うありますありますわかりますわかります何て言ったら安定と信頼のみたいなって言ったらなんか変だけどでもそういうのって多分あると例えばですけどプロキュープロあーフフフィルターとか結構アンパイラインだと思うんですよ美しい感じ でいや思うけど結まあ今はちょっと違うんですけどファブフィルターを知った時はフリーソフトに見えてまして私はあの<ー>その時のユーザーインターフェースからすると次次世世代代意味で次世代感があった当時を知らないからな初代を正直知らないかなんとも言えないんだけどなんかねフリーっぽく感じたんですよねうんでも使ってみるとめちゃくちゃいいぞみたいな。 うーんそういうこともあるのかなみたいな気はし,、ま、しなくはないですけどねじゃあ何だろうあと別のやつでそのいわゆるそのこ,れこの感じだと安心できるなみたいなやつうん見た目で言った時にさファブじゃないとしたら何だろうねうーん句的にはそれだったんだけど、うん、実機系とかだったりすると、うん、あれじゃないメーターがついている <laughs> 違うかメーター <laughs> いや VU メーターがついているとか まあでも色味だよね多分色味とデザイン GUI のうん,なんかやたら平面的なやつはちょっと怖くなるよなとは思うよ何て言っていいか分かんないけどななんて言ったでしょう知ってやつは分かんないなんかその,の GUI に金かかってるかなって思うような感じだったりするとうん線画とかなんか作り込まれてない UI というか、うんうん、だとちょっとなんかあれって気にはなるよねドキドキするね ちょっっっとねていうのはあたかなだからさこの間この間ちょっと前ですけど鈴木さんのとこでミントベースって PA で出てたやつあったじゃないですか低音であの GI 怖くないですかちょっとあれは全然大丈夫かな本当にあれ見た時に結構これ使う前ですよこれ大丈夫かなみたいなふうに思った時見た目のだけの上で言うんだったらそう思ったかなとなると今分かったこととしてはその不安を感じるところにも個人差があるのかもしれませんね そうかもね。ああ、なボク戦語とかは？ん？ボ戦語。ええ、怖い。あれは怖いよね。いや、そこは共通だ。よかったよかった。怖い怖い。あれででもあれでしたっけ？キューベースについてなませんでしたっけ？なんかついてるついてる。なんかなんでしょうねあのちょっと荒いからかな。憂いが。うん。色使いと。うん。なんだろうね。でもあれサードパーティーで最初からついてる感じだからさ。 そうですねそうですね。すねって考えたらさ本来良いとされるものになるはずなんだけど、ね、<laughs> なんかちょっと不安な感じしますよねあれそうなんだよ不穏な気持ちになるよ本当になりますなりますありますあ,あよかったよかったじゃあ一緒のところと違うところがございますねそうなるとやっぱりん,なんかさ一時期からさ比べてさ、はい、ちょっと立体的になったと思いません、ね、んか全体的にああお金かかってる系のやつって言ったらあれですけど凝ってるのが多いかな ああでも一個一個個人的にちょっと不安だなって感じる共通点が見えてきました、うん、えっとメーカーのロゴがでかいメーカーのロゴがでかいうんロゴとかその例えばだけどブラックルースターオーディオってちょっと不安になるんですよ個人的にはうんか怪しいいみたいなうーん俺でいうとこの T ラックスみたいなもんか 昔の t ックスはさ恐竜ドーンって感じだったじゃないああそうだねそうだねそうだね。おおみたいな。まあだいぶ洗練されたからさ今もう今いないんじゃないはいそこでそんな骨見えなくてもみたいなそうですねそうです。みたいなことだよね言ってるのってなんかね Windows2000 みたいな感じちょっとドットが見えるみたいなイメージですよなんか途中からさなんかさそれこそそのんて言ったらいいんですかねあのつまみとかのさ 陰影がついたりとかさ要は立体感ができてきてさな何だろうね何年前なのかは覚えてないけど途中からそんな感じになってきたやつが結構増えてきたと思うんですよいわゆるウェーブスのさ4000シリーズのやつとかさ最初ペタペタだったでしょうさ新しくなったらさ結構立体的じゃなかったっすかなかもしれないですね新しいやつをちょっと僕持ってないんですけどなんかその時に見た時にそんなイメージがあって。 はい、で SSL の本家のやつとかも、まあ、そんな感じになっておりみたいな、うん、そうですねそうですねなんか見た目の造形がどんどんさ 3D 感出てきてるというかさうんうんうん立体感出てきてるというかさなんか不思議ですよねそ,、うん、そのコンピューター的にはフラットなの多くないですかアイコンも含めて、うん、DAW ソフト的にはなんかペターっとしてるじゃないですか今全体的に <laughs> そうですねその何かプラグインだけ妙に立体的っていう面白いことが起きてるのかもしれませんね <laughs> 面白いですね確かにそうだわ モリッとなんかソリッドな感じというかそういうやつはちょっとおーって思うんですけど何かの表示をさせるときにもぬめぬめ動くみたいなでもなんかいい音な感じしないです、うん、描画の細かさというかそう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 ,そう,うかもしれないね言われてみたら 安直ですけどね見た目の要素がでかいなお前らって感じに言われそうな感じがするけど <laughs> いやでも見た目は超大事だと思いますよプラグインうんかだってさだってさシンセとかでもやっぱり触りたくなる UI とそうじゃない UI ってあると思うんですようん見た目が好きとかデザインがかっこいいっていうのは超大事なのではないかなとは思っているんですけれども 逆にデザインしっかりきっちりしてるやつでさ変な音するやつあんまないよね、うん、そうです、ね、イメージとしてだけどねなんか技法的にはね細かいパラメーターがさうん、うん、ウニ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 ってついててさ、うん、ど,ど,どこから触るんやみたいなやつは <laughs> 頑張ったけどいまいちうまくいかなかったってことの方が僕は,僕は結構多くてうん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 まあリアクターとかかな <laughs> アブシンセとか昔感じで言うんだったらさプロゴーさんとかもそうだったよね 細かいところをすごいちっちゃく触らなきゃいけないんだけどみたいな<ー>あれは実はね別に最初の音しか使ってなかったけど最終的には俺はああそうなんだへはいあんまりあんまり使ってなかったでもあの辺の例えばベースステーションとかもさプラグインになったやつとかはすごいちっちゃくて使いづらかったなっていうのがイメージとしてあるはあ、いうんうん、なるほどねうーんまあでもれもあると思うんですけどね個人的にはあまり合わなかったっていう風なイメージでしかないんですけど それから比べると今結構でかくなって使いやすくなったっていうのがだったりとかさ配置とか結構考えてくれてる感あると思いません,なんかユーザーフレンドリーになりましたよねあの、うん、エフェクトがそういう意味でいくのであればうん、うん、さあの一個思い出しましたプラグインのプリセットが使えるものになった、うん、昔から違うこと変わったとことといえばなんか意味わかんないプリセットなくなったねそういえばね、うん、こどうどうしましょうみたいなのが割とないよなと思ってうん、うん コンプとかは結構プリセットもなんか一昔前のプラグインとは考えられないぐらい融通が効いてるというか的を得ているというかあー何がしたいのか分かるっていうのが多いかなとは思いますね。う,すねうんうんうん、うん、確かに確かにそれはそうかもしれないなんか意味不明っていうぐらいのやつっ <laughs> <laughs> な,かな,なか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 なまったよねなくなりましたよねなくなりました、うん、揺れ物とかあったりとかするとたまにはやっぱりおおみたいなこになるけどあとそうねあの 割とデジタル系の EQ とかねはうん,、うん、うんっていうのはありますけどアナログモデリングの EQ とかは全然わかるしやりたいこと確かにそうですわ結構プリセット空間系揺れ物系とかはバコバコ使ってますねうんそうかいへえーうん、確かにねでもね時短になるしなそう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 <際>これでいいじゃんっていうのがすごく多いというかうんうんうん,、うんうんうん どれ選んでも破綻しないから好きなの選べばいいよみたいな感じになってるよなーっていうふうには思うんですよね。うんうん、PA とかはさなんとかはさうとかあれじゃないエンジニアさんの名前だったりとかがさ入っててさうんうん,なんかこういうふうにしたらこうなるんじゃないみたいなまあでもそういうアドバイザーみたいな方がやっぱりいたりとかエンジニアのシグネチャープリセットとかも多いですからね今。うんうん、ねそうですよね。こ辺がやっぱ台頭してきてきわかかんないといとうか 宣伝されてはいますよね今のエフェクトってでは以前の動画にご寄せいただいたコメントをご紹介してみたいと思うんですけれども、はい、はいまずはですねベース取るならこだわりたたいいい DI につてて聞いてみたの回ですね、はい、すごい個人的に嬉しかった情報なんですけどもいつも楽しく聞かせていただいております,あますギター信号初段のスプリッターにトランスパッシブ仕様のリール P スプリット3はお手頃かもしれませんよ 電源も必要なくコンパクト劣化や色付けもなくナチュラルな印象です TRS ケーブルでバランス出力もできますし割と便利でおすすめかもしれませんということでですね調べてみたんですけどこう本当お手頃価格ですよあの<ー>こういうのって高いじゃないですか基本的にそうですねなんですけれどもこれはお手頃価格であるというのと、うん、なんか評判も良さそうなんですよねうーんもうだって3だから3代目ですからね 売れてますね <laughs> 多分知らなかっただけで売れて <laughs>、うん、我々の知らないところで,でそうなんですよありがたいですねこれに聞いてみるもんですねっていうことですかね嬉しいでございます、うん、はいありがとうございますウィッシュリストに入ってるんですよねはいはいはいあると便利ということでなるほど、はい、ありがとうございますえっと続きましてインターフェースと入力を増やしたいの会ですね え入力端子足りてないです。アプロツイン X 使ってるんですが、多入出力のオーディオ IO と a d 接続したらいい感じに使えるんですかネットで調べれば分かることかと思いますが、接続方法の解説とかやってもらえると嬉しいですということですね。えっ、ー、と、オーディオインターフェースである必要もないかなとは思いますけどね、うん、ここに関してなのであれば。うん、入力を増やすだけであれば、a d a ついてるマイクプリアンプで OK だと思います。うんまあ、a d については、機会があれば動画やってもいいかなと思ってますので。はい。はい 続きまして同じ回ですねうちも入力足りなくて買い替えました、はい、配信やタックロックでプライベートスタジオを充実させる時代だし結局そういう人はアウトボードにこだわるのでインターフェースのマイクプリいらないからコンボジャックやめて LINE 端子を増やせって思ってます LINE <laughs> だけで6チャンネルプラス A だとみたいなインターフェース欲しいですってことですね、うん、6チャンネルプラス A だとなんかありそうな気がしますけどねあの SSL のやつとかあ確かにちょっとやっかいですよねあのコンボジャック系 コンボジャックだと TRS 入れなきゃいけないじゃないですか。うん、そうですね。っていうのは確かにちょっとめんどくさいですよね。というところはあるかもしれませんね。<laughs> はい、はい。ということで、今回のポッドキャストについてのご感想、ご提案とのコメントをお待ちしております。YouTube でご覧いただいている方は YouTube のコメントに。Podcast でご視聴の方は Twitter もしくはホームページのお問い合わせまでお気軽にコメントください。また YouTube のメンバーシップを行っております。今後、メンバー限定のコンテンツも増やしていきたいと思っておりますので、ぜひご検討いただければと思います。はい はい。ということで、今回もご視聴いただきまして、ありがとうございました。ありがとうございました。